は8時13分を回りました。真ん中群馬元気情報、この時間は群馬県の情報をお届けさせていただきます。さあ本日は群馬県立女子大学で開催されます錦の祭についてとなります。今日は朝早くからでございますが、群馬県立女子大学錦の祭実行委員会委員長の駒井さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日朝からね、はい、ありがとうございます。はい、改めてでございますが、錦の祭どういったイベントなのかちょっとご紹介してもらってもよろしいでしょうか。はい、本学の学園祭である錦の祭は今年で42回目の開催となります。昨年までは学内生限定での開催となっていた錦の祭なんですけれども、今年は4年ぶりに学外のお客様も自由にお越しいただける形で開催をいたします。今回の開催テーマは紡ぐとなっておりまして、地域やご来場いただく皆様とのご縁を大切にしたいという願いが込められています。学内サークルによる発表であったり展示はもちろんなんですけれども、模擬店での飲食の販売など年齢問わず楽しめるスポットをたくさんご用意しています。のど自慢やクイズ大会といった参加型の企画も準備中です。また俳優の板垣李光人さんをお呼びするトークショーは錦の祭の一大イベントとなっております。チケットは E プラスにて現在も販売中です。また当日は大学構内の特設スペースにて当日券の販売も予定しております。トークショーは5日日曜日のみの開催となっておりますので、錦の祭の公式ホームページやインスタグラムもぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。今回ね、42回目の開催ということで、昨年まで学内生限定ということで、これはやっぱりコロナ禍でということでね、はい、なかなか地域の方も参加することっていうのがなかなかねこう制限があってできなかったということなんですが、まあ、今年は4年ぶりに学園のお客様ということで、はい、じゃあ私も一般ということで参加しても大丈夫ってことですか。ぜひお待ちしております。はい、ありがとうございます。そして今回第42回の開催テーマ紡ぐということなんですが、はい、まあ、その紡ぐというテーマで、まあ、開催される催しでどういったものがあるんでしょうか。はい、開催テーマはに合わせてその大学校内の装飾をいつも作るんですけど、今年はその紡ぐなのでその糸であったりそのリボンとかを使ってそのお客様とのご縁を表現した装飾になっております。はい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 、なるほど。じゃあなんか華やかな感じでね、そうですね、行われるということですね。はい、はい、ね、またそんな紡ぐというテーマで、まあ、のど自慢やクイズ大会なども開催されるということですので、はい、ぜひ皆さんねご参加いただければと思います。ちなみにまた先ほど言いました俳優の板垣さんによりますトークショー、はい、というのが行われるということなんですが、なんか先ほどチケット E プラスにて現在販売中ということなんですが、こちらまだ手に入ることはできるんでしょうか。はい、まだ現在も販売中なので、はい、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、わかりました。もうね11月4日5日ということで、開催まであともう本当に少しかと思うところだと思いますが、開催までね頑張っていただければなと思います。はい、そして最後なんですが、まあ、こういった学園祭、まあ、錦の祭でございますが、情報というのはなんかこうツイッターだったりとかインスタとかですか、そういったところでも情報というのは随時掲載してらっしゃるんですか。はい、その地域に掲示したポスターに QR コードが貼ってあるんですけど、はい、その公式のホームページであったりとか、はい、インスタグラム、あとツイッター旧ツイッターですね、はい、X の運営も行っております。うんうん、はい、わかりました。はい、そうですね、確かに今 X という名前になっておりますよね。はい、はい、ありがとうございます。さあというわけでね、本日は、群馬県立女子大学の錦の祭について改めてねご紹介させていただきました。私の方からちょっとね開催日時等をご紹介させていただきたいと思います。第42回錦の祭11月4日土曜日、そして5日の日曜日、2日間ということとなっております。いずれも午前10時開場となっております。ちなみに小林さん、これ終わりは何時なんですか。1日目は17時まで、はい、1日目は17時、はい、はい、5時までですね、はい、2日目は18時までにやっております。わかりました、はい、じゃあ1日目はね5時、そして2日目最終日は6時までとなっておりますので、ぜひ皆さんねご来場いただければと思う次第です。はい、
さあというわけで本日は群馬県立女子大学で開催されます錦野祭について、錦野祭実行委員会委員長の駒井さんにお越しいただきました。本日は朝早くありがとうございました。ありがとうございました。